龍が如く8、前回の続きはプレイしていきましょう。さて、本当戦なんですけど、めっちゃ避けられるからどうしようかなって感じなんだけど、G が弱点か。よし、回復をこの辺でかければ、ちょっと回復量が少ないんだよな。今来ました、あれか、しかも、はい、バフなくなってんな。今気づいたけど、フォークショットガン、よし、打ってほしいな。オッケー、それ好き、この拳受けてみやがれ。おいおい、限界が近い様子ですね。そうね、結構やばいかな。覚悟、回復に覚悟はいらないのよ。ちょっと待てよ、ぶつかまる、呼ぼう、毎ターン回復入れとこう。こいつだ、行くぜ。はい、バリバリハッパー、はいはい、お願いします。デリバリーよろしく、よろしく。いい豆引けました。なんでこれが受けたか全然わからん。一番ブレンド召し上がれ。ありがとよ。単体回復かこれ、ちゃんと見てやがったな。フォークショットガン、行くぜ、当たるかな。遅いです、当たるわ。はい、よし、だいぶ減らしたよ。ね、コントローラーから手を離す癖があるんだって俺は。潰れちまえ、うれ、ほら、ぶっ飛べ。大したダメージじゃないな、もっとガツッと加えてくれてもよかったんだけど。あまり調子に乗らない方がいい。キーリュウちゃんみたいな。一息つきましょう。よっと。すまない。どうも。あなた方を見くびっていたようだ。もっと見くびっててくれ。あ、くそ。カンカン行くぜ。どうした。いつでもどうぞ。いつでもどうぞ。パウンド当たるかな。よし、オーケー、半殺しでは済まさんぞ。おいしいコーヒーどうぞ。ありがとよ。パスがだけか回復すんの。いつでもいいぜ。もらった、ボグショットガン、後ろから強いな。はい、どれくらい回復する、これ。あー、リジェネか、リジェネだったらいけるわ。違う、天使の興味。はい、ウォリー、天使は殴るもんじゃないんだよな。吸収が早いのよね。バカな、何なんだお前らは。どうやら見込み違いだったみたいだな。こ
コナンでもやりそうにないことやってるけど、それこれでやっと落ち着いて話せるな。あんたに聞きたいことがあるんだ。あからさんを追いかけてる訳を聞かせてくれる。彼女を見つけたらどうするんだ。それと俺が彼女の息子だって話は誰から聞いた。質問を絞ったらどうだ。全部答えろよ。好きなのから答えな。全部聞かせてもらう。もう頼れる部下は残ってねえんだろう。まだワン父さんって言ったよな。何持ってんのトミー。あんたが彼女のボスってことでいいのかな。総帥だ。そうかい、それは悪かったよ。で、総帥のウォン・トウさん、あんたが茜さんを手下に探させてる理由は。あの人、養護施設の優しい所長さんだぜ。あんたらみてえなのと何の接点がある。俺が聞いてるうちに答えた方がいいと思うけどな。キリュウさんは俺ほど優しくねえぞ。あんたが案外手強かったんで、少し疲れちゃいるかな。それでも安心してくれ。あんたが気持ちよく喋れるように全力でサポートしてやる。俺はできたらもうあんたを殴りたくねえんだ。あんたの部下たちも見てるしな。こんなとこで泣かせたり悲鳴上げさせたりすんのはいくらなんでもひどすぎる。恥はかかせたくねえ。ばあさんを探しているのは頼まれたからだ。どうせバラクーダも同じ理由で探している。何しろオーナーの案件だからな。オーナー？何言ってんだよ。ここのオーナーはお前だろ。私が言っているのは、メハンギシなんてチンケなオーナーのことじゃない。ハワイのオーナーのことだ。ハワイのオーナー？我々ガンジョーやバラクーダは表向き競合組織とされているが、実際はオーナーがそれぞれ支配する支部に過ぎない。オーナーとはまさにハワイの裏社会の所有者なのだ。アカネとかいうばあさんはオーナーの宝を盗んで逃げている。そいつを取り戻してやれば一つ貸しを作ることができる。オーナーは借りたもんを何倍にもして返してくれる。なんだそれ。统帅，我认为老板绝对不会希望听到您再多说一个字。啊，我，坐嘞。老板会成倍给您的，可不只是帮他干活的报酬，背叛时需要付出的代价也是翻倍的。你小子，难道是老板那边的奸细？你已经背叛了的事，很快就会传到老板手下的耳朵里。接下来，就由我来举火为号吧。举火？什么意思？喂，我让你们分かる言葉で話せ。啊！誓死效忠！誓死效忠！誓死！咦？ここやっぱり高いフロアだったよな。何が起きたんだよ今。窓固かったらどうするつもりだったんだあいつ。あいつはバインってなったらどうすんだ。何したんだ。わからんみたいな。全員わかってないから。どういうことだよ。
これが知らせになんのか。のろしっつってたもんな。おい、さっき中国語であいつなんて言ってたんだ。私のオーナーへの裏切りはすぐに知れ渡ると。飛び降りたのはオーナーからの監視役だったってことか。他には。のろしをあげると言っていた。そして外へ。のろし？じゃあさっきの飛び降りが裏切りを知らせる合図。息子が危ない。私の息子が。何？快联系我儿子在的那个房间，让人修好，谁也别放出来。そいつらの手をほどけ。息子に護衛を向かわせる。は、でも。よく分かるねえが言う通りにしてやってくれ。緊急事態らしい。キリュウさんがそう言うなら。息子の部屋に行かせてくれ。ペントハウスにいる。ここの最上階だ。分かった。びっくりするぐらい焦ってる。どう逃がさねえぞ。俺らもついていく。ならこっちだ。早く。ワンタワー火事の出てエレベーターに向かっていた。急いで追いかけないと。一緒に行けよ。とはいえあんなことがあったとだ。この先も何があるかわかんねえ。ここで準備できることがあればやっておいて体勢を整えたいところだな。なん、あ、買い物できる。あらお兄さん、いい男ね。何か買っていかない？ペパロニピッツァ。ペパロニピッツァ、精神回復剤。絶対やばいだろこれ。スタミナとかも欲しいけどな。いいか。これカジノで遊べないのかな。遊べないよな。そらそうよ。あ、悠長に待ってる。あんたの息子っていくつだ？まだ6歳だ。母親は出て行った。シッターをつけている。6歳か。思ったより小さいな。你们是。其实您根本不用着急，统帅。因为令郎现在已经不在这个房间里了。那个女的也是我们的人，在遇见您之前一直就是了。遅かった。息子はもう連れ出されている。じゃあやっぱりこいつらも。そうだ。オーナーの手先だった。もう誰も信用できん。明明是你背叛在先吧，这种行为可是罪该万死。杀了你啊！看看这些人，めっちゃいる。めっちゃいるな。てか、あの人一人であの連中と戦うのか。あ、ガード崩しとくか。はい、よし、まず一人。行くぜ行くぜ。使えない。はい、ウェイ。ちょっと人が多いな。取りつつでもやってった方がいいな。はい、回復。ゆうちゃんも回復しときたいんだけどね。
ガードされてるからさすがに無理。調子がいいぜ。はい、俺の番で、このガードもマジかよ、こいつじゃないんだけど。キリュウちゃん狙いすぎじゃない？ビビってんのか？傷の技使いたいけどな。決めに行くよ。これで踊ってくださいね。喜んで。上がったけど、はい。行くぜ行くぜ。仕留め切れるかな。無理だよね。ほらよ、はい、キルさん。すまね。よし。やべえ。よし。こっちは仕留め感じゃないか。你又对他做什么？比起你儿子，还是先担心一下你自己吧。你说什么？我会让你儿子死在你的眼前，然后再杀了你。所以你儿子现在没事的。放心啦。混蛋！居然这样和我说话，你怎么敢？息子さんはどこに連れて行かれたんだ？分からん。だが今はまずここを離れなければ。頼む、私をここから逃がしてくれ。そしたら何でも話す。もう誰が信用できるのか今は判断できない。キリュウさん、このホテルから出た方が良さそうです。行きましょう。とにかく安全な場所を見つけないと。今のやつは味方なんじゃねえか。さあな、見分けられん。とにかく構ってる暇はない。ワン・トーズ・レフト・ホテル・ウォー・敵だ。ベヘリング・サウス。So make sure you tell the cops they went north. Got it. Over here! Someone just fell out the window! Come quick! I've never seen anything like this!もしもし、あ、エイちゃん。カスカさん、ネットでニュースになってますよ。何があったんです？涅槃岸の上のフロアからホテルの人が投げ落とされたって。カスカ、わーお、ポリスメンじゃないのもいる。人望なさすぎじゃねえか。違う、私は騙されていたんだ。まさかこんなことが。騙されすぎだろう。うるさい。そこまでだ。大丈夫だ。
俺たちなら切り抜けられる。ここが正念場だ。行くぞ。少年はやっぱりだな。さっさと始めようぜ。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。